マイク・テラーナは、アメリカ合衆国ニューヨーク州バッファロー生まれのドラマー。現在はドイツを拠点に活動している。学業よりもロックスターになることを夢見ていたマイク・テラーナは、19歳の時に、ローディを務めながら、クラブに出入りして顔を売り、いくつかのカバーバンドでプレイする。アクセル・ル・ディペルドイツ公演カナダに移住して、ハノーバーという地元のバンドに加入、ハングリー・アイズをリリースし、 サクソンをサポートするアメリカツアーを行う。レイジイタリア公演1987年、当時ヘビメタルの中心地であったロサンゼルスに転居。国、トニーマカッパイン、イングベイ・マルムスティーンと様々なセッションでプレイするもののアメリカの音楽生活に幻滅してしまい、10年後の1997年にオランダ移住。だが6ヶ月間をここで過ごすものの、 ドラムス奏者としての仕事は、ほとんどなかった。ヘビーメタル系のミュージシャンがドイツに多くいることもあり、ハンブルクへ移住、レイジの正式メンバーとして、またアクセルル・ディペルのメンバーとして活動しながら、数多くのセッションをこなす。またはディリッチや、トニー・ウィリアムスといったドラマーの影響も受けている。彼は、フュージョンバンド、タブー・ブールーを結成するなどして、プレイの幅を広げ、 自身のソロアルバムでもジャズロック、フュージョンの影響が色濃く出た音楽を演奏している。0時を脱退することが2006年12月6日に発表され、現在はマスタープランを中心に活動している。ありがとうございます。